はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は私の最近よくやっているメイクを紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていきます。カラコンはバンビシリーズのヴィンテージブラウンというのを使っています。まず化粧下地を全体に塗っていって、リキッドのファンデーションを5点置きして、このスポンジでなじませていきます。そしてこのコンシーラーの真ん中の色を使ってクマを隠していきます。顔周りと鼻筋に NYX のシェーディングで影をつけていきます。そしてキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーでセットしていきます。そして最近すごく愛用している MAC のこのミスチーフミンクスのこの明るい色を取ってアイホール全体に伸ばしていきます。この色すごくラメが綺麗なのでとてもおすすめです。下まぶたにも入れていきます。そして次にこの色を二重幅に目尻側から塗っていきます。下まぶたも3分の2ぐらい入れていきます。そしてこの色を目尻に入れて目を引き締めていきます。下目尻にも入れていきます。ビューラーでまつげをしっかりと上げていきます。ケイトのマスカラ下地もしっかり塗っていきます。そしてエルフのこのアイシャドウパレットのグレーの色味を取って眉毛を描いていきます。そして最近ボサ眉にハマっているので普通のマスカラを眉毛に塗っていきます。そしてMACのウォームソールでチークをしていきます。ハイライトは鼻筋と T ゾーンと目の下あたりと目頭のところと顎に入れていきます。そしてマスカラを塗っていきます。マスカラは上まつげも下まつげもしっかりと塗っていきます。そしてアイライナーを目尻に引いていきます。そのまま延長させるように5ミリぐらい伸ばしていきます。そしてこの MAC のリップ下地を塗って、それから MAC のこのお気に入りの色チリを塗っていきます。これでメイク完成です。はい、こんな感じでメイク完成しました。はい、私は最近やってるメイクはこんな感じになっています。最近このMACのねミスチーフミンクスっていうアイシャドウパレット、これがすごく気に入っていて、どれもねすごく発色がいいしめちゃめちゃ可愛い色ばっかりで使いやすいので最近よくこれを使っています。本当にねライブとかしてても必ずと言っていいほど、これどこのアイシャドウですかって聞かれることが多いので、はい、これはすごくおすすめです。あと最近私眉毛を普通のマスカラで黒く染めて、なんか元の眉毛がボサボサっとした感じの眉毛に見せるのにすごくハマっているので、普通のマスカラを眉毛にも使っています。はい、というわけで今回は私が普段よくやっているメイクを紹介してみました。少しでもね参考になったらなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。